皆さん、今年の学芸会は桃太郎に決定しました。桃太郎？今まで劇といえばシンデレラとか白雪姫のディズニーものだったのに、今年は日本昔話なの？桃太郎といえば俺と同じ強い男だぜ。ところで役決めはどうしましょうか？今までのように阿弥陀くじにしてもいいけど、もう4年生にもなったことだし、ここはやる気を見せて立候補してほしいわね。推薦っていうのもありよ。とりあえず何の役があるかまず書いていくわね。まず一番大事な主役、桃太郎。そして川から流れてくる赤ちゃん桃太郎も必要ね。そしておじいさんとおばあさん、それと若者とお殿様も入れたわ。村の娘が二人と桃太郎の家来、犬、猿、キジ、最後にこれも大事な役、鬼よ。大暴れしてほしいから鬼も三人にしてわ。わー、楽しそう。ミキ、どれにしようかな。はい、じゃあまず赤ちゃん時代の桃太郎、立候補はいませんか？リオン、どう？劇の初っ端、桃から可愛く登場よ。そうだね。はい、私やります。リオンちゃんで賛成の人は拍手。はい、では赤ちゃん役はリオンちゃん。では次は主役、成長してからの桃太郎役は。はい。あら、立候補が被っちゃったわね。桃太郎は男の子だから、ここはやっぱりチャックくんかしら。いや先生、ここはやっぱり俺じゃなくてケイに主役を譲るぜ。ケイは白雪姫でも主役を務めた経験があるし、俺はケイが演じる桃太郎にどこまでもついていく一番の家来、犬に立候補を変えるぞ。あら、そう？じゃあ犬はチャックくん、桃太郎はケイちゃんで、みんないいかしら。はい、やったやった、また主役。あ、それとこれは4年生の出し物なんだけど、人数が少し足りないから5年生からも4人手伝いに来てもらうことになりました。はーい、うちの生徒もどんどん使ってやってくれ。やった、チャックにチェルシーちゃんも一緒にするんだ。私はロックミュージックなら喜んでやるけど、桃太郎なんて気が進まないね。まあまあ姉貴、せっかくだから頑張るっす。それじゃあ役決めの続きをいきます。ではおじいさん役はどう？私がおばあさんをやるから仲良くやりましょうよ。名探偵役がないなら俺は何でもいいよ。じゃあ決まりね。先生、私たちでお願いします。はい、おじいさんがレオくんで、おばあさんがエマちゃんね。若者とお殿様は、お殿様といえばやっぱり僕じゃないですか。そうだね、そうだね。ジャックはかっこいいからお殿様役がぴったりだよ。ではジャックくんがお殿様でよかったら拍手を。決まりね。ちょっとぼーっとしてたらみんなどんどん決まっちゃってる。僕は何にしよう。リくん、若者役でいいんじゃない？鬼って感じではないし、私たちは猿とキジを一緒にやらないか。若者ってなんか全然大した役じゃなさそうじゃん。だからリくんに向いてない？みーちゃんさらっとひどいこと言うな。じゃあ僕若者でいいです。これで3人の役も決まったわね。みんな積極的に立候補してくれて、スムーズにどんどん決まって先生嬉しいわ。残ってる役は鬼の3人と村の娘2人ね。そしてまだ役が決まってないのは、シオンちゃんとユキナちゃん、チェルシーちゃん、サンディちゃんとダニエルくんね。この中で誰が鬼で誰が村の娘かというと、真っ先決まるのはサンディ姉さんの鬼だな。はあ、私も可愛い村娘だろ。いやこの中で言うと可愛い村娘なら、やっぱりユキナちゃんとチェルシーちゃんじゃないっすか。はーい、私たち村娘やります。それじゃあ自然と鬼はこの3人ってことで決まりね。この優しい私が鬼だって？私だって鬼なんて嫌よ。おや、よく見たらあんたの髪型鬼の角みたいだね。失礼ね。これは幽霊と交信するために盛り上げてるのよ。そうだったの？嘘よ。なんでよもう。はいはい、静かに。これで役は全部決まったわね。次は衣装の話なんだけど、今年は予算の関係で桃太郎の衣装は一切ありません。全くないの？主役の桃太郎の衣装さえ
もありません。残念だな。僕密かにお殿様のちょんまげのかつらに着物楽しみにしてたのに、ごめんなさいみんな。というわけで衣装がない代わりにみんなこんな感じで自分の役の顔を紙に書いて頭につけてもらうことにしました。自分で絵を描くの？私は絵も得意だからいいけど、下手な人は何の役かわからないかもしれないわね。はいはい、みんな今から早速作るわよ。私はおばあさんだから簡単だわ。できたよ。推理は得意だけど絵は難しいな。そう？なかなかいいじゃないかしら。私たち動物だから意外と簡単だね。できた。私も生地かけたよ。リオンちゃん、シオンちゃんはどう？はい、赤ちゃん上手に描けました。鬼なんて全然可愛くない。こんなの被るなんて嫌よ。ジャック、お前絵が下手だったのかだぜ。だってお殿様なんてわかんないよ。ああ、本物のカツラが良かったよ。俺はまあまあうまくできたぜ。私たちも村の娘の絵描けました。リックもできたかしら？はい、若者役ってよくわからなかったので、とりあえず僕みたいなイケメンを描きました。ちょっとリックン、この話は桃太郎よ。いくら若者とはいえこんな人が桃太郎に出てくると思う？すみません。二人は鬼描けたかしら？ああ、できたぞ。ほらよ。姉貴、それ鬼っすか？どう見てもキツネじゃないっすか。はあ、ちゃんと角があるだろ。それは角というより耳っす。鬼はこんなのっすよ。ほら。はあ、ごちゃ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 うるさいね。私が鬼って書いたらもうそれが鬼なんだよ。どういう理由っすか？まあいいわ。なんといっても一番大事なのは主役だからね。さあ、主役のケイちゃん、かっこいい桃太郎は描けたかしら？私がうまく描けるわけないじゃないですか。なにこれ、これが桃太郎？はい、普通に桃太郎を描いてたんですけど、途中で桃だからピンクの方がいいのかなって気づいてピンクに塗りました。ちょっとこれはとても主役の顔じゃん。だってまあいいのよケイちゃん、劇はお面でするものじゃないわ。演技で頑張るものよ。そうよ、今年も成功させるために明日からビッバッ演技指導をしていきますからね。はーい。そして次の日。おお、これはなんと元気な男の子だ。レオくん、もっと感情を込める。桃から男の子が生まれてなんと元気な男の子だって、それはないでしょ。もっとわーってびっくりするぐらい。はい。うーらめしやー。あなたは幽霊じゃない、鬼。勝手にセリフを変えない。だってたく、なんで私がやりたくもない鬼をしなきゃいけないんだよ。見た目が怖いから。私は主役の桃太郎、絶対にセリフを覚えなきゃ。そうよケイちゃん、頑張って。そして学芸会当日、鬼のようなビクトリア先生の特訓を乗り越えた私たち、絶対に成功させるよ。このお話は前編だよ。後編の私たちの劇を応援してくれる子は評価をぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。ここでみんなに質問。次は何の学芸会が見たいかな？高校生チーム、小学生チーム、どっちがいいかも教えてね。バイ。